誰？違う。一体何？我らの命運、幾世を渡り死の者と共に現れてきた命運。何がしたいってわけ？渾身ぶらりな世界を気づき直す。そなたの願いを叶えよう。ねえ、聞こえた？外にシルバーメインが集まっている。好意的な感じはしないな。うちらの迎えにしては空気が重すぎじゃない？とりあえず会いに行ってみよう。ここで考えていても時間の無駄だ。下でブローニャ様が待っている。早く会いに行け。くれぐれも妙な真似はするなよ。うちら何か大きな事件に巻き込まれたわけじゃないよね。あれ？あんたは昨日クリフォド城にいた。私はブローニャランド、シルバーメインのリーダー代行だ。真に高貴な琥珀の王の名のもと、偉大なる守護者カカリアランドの命により、反逆を目論む罪人を逮捕する。大守護者代理としてあなたたちの行動と発言の権利を一時的に剥奪する。裁判団があなたたちを裁くとき、弁明の機会が与えられる。以上、無駄な抵抗は諦めてついてきなさい。待ってよ、昨日の話と違うじゃん。今日の面談で重要な話をするって。これは間違いなく計画的な裏切りだ。また囚人になるの？三つも星を渡ってると似たようなことが起きるんだね。それはお前がいつも急に熱くなって計画もなしに行動するからだろう。うちも成長したよ。今だって計画を考えてんの？計画、そうだ、二人ともあそこの路地を見て。あそこは烈海の侵食によって封鎖されている。なるほど、確かに実現可能な計画だな。美月、逃げる準備だ。え、本当にいいの？適当に言っただけなんだけど。小市美穂さん。列車組の合図だよ。1まで数えたらうちと一緒に走ってね。訓命無理。おい、何をブツブツ言っている。おとなしくついてこい。一位先進。から烈海へ飛び込むなんて自信過剰なのか、自滅の道を選んだのか。やはりお母様の判断は正しかった。失踪か死亡と報告しましょうか。いや、大守護者様は犯人を捕らえろと命じた。封鎖エリアに飛び込んだとしても追撃を止めるわけにはいかない。生きていようが死んでいようが私がこの目で確かめる。承知いたしました。私が今できることは
ベロブルグを脅かす悪党の駆逐、それだけだ。やっぱりあいつら怖くて入ってこれないんだ。これで自由。ざまみろ。うちらを捕まえるなんて100年早いんだよーた。運も実力の一部だからね。シルバーメインは不意をつかれただけだ。すぐに追ってくるだろう。道に沿って進んで安全を確保してから次の計画を練るとしよう。一体どんな理由があってあの大守護者は考えを変えたわけ？急に捕まえに来たりして。人が寝てる間に奇襲なんて卑怯にも程があるっつうの。あの女からは不穏な気配を感じた。やはり俺の勘が正しかった。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ふっ。いい感じ。いや。待って、シルバーメインだ。気づかれないように。他の方向から回ってきたんだろう。正面衝突は避けよう。他の道を探すんだ。いい感じ。この門、直接開けられないみたい。あの装置を見て、なんか見覚えない？確かに、セーバルの工房で見た気がする。急いで解除しよう。追っ手がすぐ後ろまで来てる。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。この門は何の装置もないね。あそこじゃない？モンスターが装置の近くをうろついている。先に倒さないと。後悔しても遅い。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。ついてないね。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。これで万全だ。気をつけろ。本当に追ってきた。それどころか待ち伏せまで。甘く見られたものだ。劣化に侵食されていても
ここはベロブルグの一部、私たちの郷土。シルバーメインは誰よりもここに詳しいの。鬼ごっこは終わり、武器を下ろして私についてきなさい。しつこい。うちらが何の罪を犯したっての？こんなところまで追われる筋合いないって。私が受けた命令はあなたたちを逮捕すること。詳しい罪状と判決は裁判員たちから説明があるはずよ。昨日俺たちに会ったこと覚えてるか？あの時は貴賓としてカカリア殿に招待された身だった。それが一夜にしてこれほどの変化だ。俺たちも納得できない。昨晩守護者様はあなたたちを調査した。そして私を呼び出し、あなたたちが我々を欺いたのだと説明した。あなたたちの身分も目的も全てが偽りで、真の狙いはベロブログにおける喧騒者の管理体制を破壊することだと。はあ、影日向のあるおばさん。大守護者様への侮辱はあなたたちの罪を重くするだけ。早く武器を下ろして降伏しなさい。言っても無駄だ、美月。これだけは覚えておけ。俺たちは絶対に捕まるわけにはいかない。逃げ道がないなら列車組の凄さを見せつけてやる。騒ぎを起こしたくはない。うちなかなかやるじゃん。始めようか。よいしょ。私自ら悪党どもに制裁を。進軍。下手に動くな。うちに出くわすなんてついてない。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。やろうか。トリア。はっ。いや、知り解きなさい。ああ、たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。ルールは破るためにある。助かった。生死虚実、同点原型、勝負一角。そこまで。逃がさない。うちなかなかやるじゃん。よいしょ。ここへ。トリア。始めようか。知り解きなさい。まだまだついてないね。ルールは破るためにある。騒ぎを起こしたくはない。重傷じゃの。よいしょ。虚実、同点原型、勝負一角。あの子、なかなかやるね。ねえ、タンコ、あんたのとっておきでも使ったら？その役はお前に譲る。チェ、つまんないの？降伏しなさい、侵入者。公正な判決をあなたたちに約束するから。
この張り詰めた空気を破るつもりはなかったんですけど。助けてくれた友を見捨てるなんてできません。ギリはちゃんと通すのがこの散歩なんです。彼らは苦しんで犠牲になる。私の命令で死ぬのだ。じゃあ仮想部の民たちは？彼らは喧騒者の庇護を失ってしまう。きっと私は暴君とみなされるわ。そうなのみなさん、我々の約束した世界にはしばしの誤解が永遠の繁栄をもたらす。そなたが決めるのだ。我々はわかった。落ち着きなさい。君のおもちゃにそんな破壊力があるわけないじゃない。じゃあなぜ目覚めないのです？普通に眠っているだけよ。寝言聞こえなかった？かわいそうに。きっと怖い夢でも見ているのね。ところで散歩、正直に言ってちょうだい。あの上層部の子をどうする気？どうって？他の人と同じく木を見て帰ってもらおうかと。どうして？私は騙されないからね、散歩コース機。連れてくるつもりはなかったんです。ただ煙が濃くて僕も慌てていたので、ついうっかり。何を考えているの？上層部のことは君と関係ないのよ。どうして自分から絡むのかしら。今でも十分目立つのに、そんなに遅延に狙われたいの？そんなこと言わずに。僕は友達を助けたまでです。この人たちにお世話になったので、その恩返しですよ。それに遅延も、僕が連れ帰った人が遅延の力になれないとは限りません。だから勝手に歩き回ってもいいように放っておいたの？おっと、それは事故、事故です。すぐ探しに行きます。あの子は早く見つけ出してちゃんと見張っておいた方がいいわ。仮想部が封鎖されて十数年、子供たちは地上の人の顔を忘れつつあるというのに、シルバーメインの制服を着た人間が急に現れたら。遅延がこのことを知ったら、あの子や君に対して一体どう出るのでしょうね。わかりましたよ、今探しに行きますから。僕の客人はお任せします。やっと起きたのね、寝ぼすけさん。体は大丈夫？どこか痛いところは？ええ、ずっと性格やら願望やら叫んでたわ。わけのわからないことばっかり。さあ、目が覚めたのなら早く起きなさい。私はナターシャ、地下で医者をやっているの。君はうちの診療所で丸一日も眠っていたのよ。こんにちは。礼儀正しいのね。散歩は自分のミスをフォローしに行ったわ。彼の代わりに君の面倒を見る約束だったけど、その様子じゃ体は平気そうね。もう大丈夫なら他の患者の看病に行くけど。とっくに起きてるわ。黒い髪の男の人は最初に起きてきたんだけど、散歩が連れ出したの。
もう一人のジャジャ馬娘も起きてすぐに出かけたわ。今頃近くを歩いてると思うわよ。そしてシルバーメインの格好をした子は、よく見張っておけって散歩に注意したんだけど、彼が出かけた隙にいなくなったわ。さあね、ミステリアスな人って感じかしら。売人と自分で言ってるけど、地下に売り買いのあるものなんてないでしょ。でもツテが多いのは確かよ。急ぎで必要な薬品を取ってきてもらったり、遅延のためにも働いていたりする。少なくとも悪意はないみたいね。地下の民間の組織よ。地下のシルバーメインと思えば分かりやすいかもしれないわ。ただ人情味が増してるけれど、お礼なんていらないわ。治療は医者の使命だから。ナノや炭鉱と合流しないと。どこから探せばいいかな。に勝ったらお姉ちゃんに秘密を一部始終教えてね。一部始終？どういう意味？全部、始めから終わりまで騙したりしないで話すって意味だよ。うん、私は上層部の人間と違って嘘をつかないからね。嘘をつかないからね。よし、決まり。じゃあ始めよ。あれ、あんたいつから来てたの？子供たちの真似をしないで。実はうちが目を覚ましたら、お医者さんから炭鉱があの散歩っていう悪者に連れてかれたって聞いて探しに来たんだけど、ちょうどこの子たちに居場所を知ってるって言われて。知りたいならモグラ島に入れとか。だからモグラ島に入るためにゲームに勝って実力を証明しなくちゃいけなくて。これでわかる？来たからには付き合ってもらうよ。あんたも一緒に遊んで。ちょっと、いつまでこっそり話してるんだよ。モグラ島の時間は貴重だって言うのに。貴重だって言うのに。はいはい、行きます。この人もモグラ島に加入したいのですが、一緒に遊んでもいいでしょうか、ドスクロのフック様。うんうん、いいよ。行けないこともないし。じゃあ鬼をやって。親分、こいつら頭悪そうだし、先に練習しませんか？うん、ジュリアンの言う通りだ。じゃあ先に練習する？私が隠れるから、お前ら二人で探して。子供に舐められた。この、覚悟してなさい。ルールは簡単。隠れている子供を見かけたら捕まえればいいの。あれ、呪われてるんだって。ほら、捕まえた。ふん、練習だからね、練習。本番になったら絶対容赦しないから。上等。じゃあ始めるよ。50まで数えてから目を開けて。絶対ズルをしちゃダメ。47 48 49 50。もういいかな。お姉ちゃんが悪い子を捕まえに行くよ。モグラ島の連勝記録を破らせない。捕まえた。
私を本当に捕まえたいなら質問に答えて。何してるの？捕まえたらそれで終わりだよ。本当に質問に答える気？ああ、引っかかったと思ったのに。なんか違うと思うんだよね。あそこのあいつ、ずっとうちらを睨んでない？フックちゃんたちと遊んでる最中だけど、確認。うちの勘が教えてるこの人。嘘つけ！こんなに年を取った8歳なんてどこにいる？もういいでしょ、声でバレてるよ。ちくしょう、話しかけたのがダメだったか。百面相のジュリアンとも呼ばれる僕が、親分に申し訳ない。いや、あんたの変装ってほぼマジックだったよ。逃げないで、捕まえたよフックちゃん。くそー、モグラ島の親分の私が悪党どもに捕まるなんて。殴るなり懲らしめるなり勝手にしろ。急に一人芝居を始めちゃったよ。ごめんなさいフックの親分、僕負けちゃった。くそー、ジュリアンの変装を見破るなんてどこの誰なんだ。ひじ彫刻、短大新章の人といえばうちのことだよ。お褒めの言葉ありがとう。どう？ドスクロのフック様、もう秘密を教えてもらえる？モグラ島の親分たるもの、言ったことは必ずやる。黒い髪のお兄ちゃんと青い髪のおじちゃんはファイトクラブに行ったよ。ファイトクラブ？ファイトクラブの話に触れないこと。内緒話？あ、ドスクロのフック様、ファイトクラブまで案内してもらってもいいかな？あんなに目立つ建物もわからないのか？大人って頼りないな。私についてきて、案内するよ。サンキュー、フック様。適当に呼ぶな。ちゃんとドスクロのフック様って呼んで。ファイト、チカはこんな乱暴なイベントが好きなんだ。うん、面白いよ。フックちゃんも参加したことあるの？そのクラブヤバすぎでしょ。着いた、ここだよ。ここ私はボクシングに行くから、中には自分で行って。ここって一体誰の縄張り？子供の出入りまで許可するなんて。ここはモグラ島の縄張りでも子供向けで、大人たちは遅延が管理してる。つまり大人バージョンのモグラ島。あそこで試合相手を探してるみたい。お前たちも参加したいなら私のとこまで来て。おい、そこのチケットはいらね。兄弟&姉妹たち、次の試合は本日の最大イベントだ。これまでにない刺激、驚きに満ちた対決。渋い顔と抜群の実力を持ったスーパールーキー、その名は冷徹な総龍。青髪のイケメンからの推薦だ。そして彼の相手は感情のない可燃爆発物のロボット正体、スバローグさんに参加を。
他にロボット正体との戦いを希望する奴がいなかったから、このバトルは冷徹な僧侶が一人で応戦することになったぜ。彼本人はどうでもいいなんて豪語しているが、では第1758回剣王大会準決勝始め。早く助けに行かなきゃ。おや、これは想定外の事態が発生したぞ。2名の観客がリングに乱入。冷徹な僧侶とチームを組みたいのか。やっと起きたのか。うん、起きてすぐにタンクを探してたんだ。ほら、あんたが危ない時に駆けつけたでしょ。お礼なんていらないからね。彼らの熱意が伝わってきたぜ。このスポーツへのまばゆい情熱だ。しかし改めて注意させてもらうが、ファイトはプロ向けで非常に危険だ。だが僧侶選手は試合を続けてもいいと合図をくれたぜ。もう待ちきれないようだ。いいぞ、彼らの拳とロボットの鉄の皮、どっちが硬いか、いざ勝負。お前らが来なくても一人で解決できる。ほんと口下手なんだから。騒ぎを起こしたくはない。やっ、そして飛び入り参加した2名の観客。観客、うちらにもかっこいいあだ名をつけてよ。あ、そう、諦めた。確かにセンス悪すぎ。まだ遠くには行ってないはず。周囲を探してみよう。あ、どうも、あなたたちだったんですね。尾行されてる気がしたので追いはぎかと思って足を早めたのですが、知っていたら大歓迎でしたよ。デタラメ言わないで。不安だったから逃げただけでしょ。僕が？あそんなバカな。我が人生に恥じることなどありません。まさか知らないうちに何か失礼な行為でもしましたか。騙すだなんて聞くに耐えませんね。初めて地下を訪ね、無一文のあなたたちに仕事を紹介したまで。友達になったからには最後まで責任を持って助け出す。その上未来まで考えてやらないと、これぞ友情というものでしょう。けどここに連れてきたのはどうしようもなかったからです。地上は危険すぎますから。僕たちは全員お尋ね者なんですよ。地下はどこも劣っていますが、その代わりシルバーメインは追ってこない。絶対に安全だとも言えるでしょう。だとしても気絶させる必要はないだろう。あの時は危険な状況だったので持っていたものを投げてしまいました。何かを隠すためじゃないのか。俺たちのような人間に知らせたくない秘密とか。タンコ、秘密って？詳しい内容は知らないが、きっと何かを隠しているのは間違いない。いいでしょう。
無料で手をお貸しいたしますので言いふらさないでくださいね。誠意を持って皆さんを遅延のところまで案内します。地下のすべては彼らに聞くのが一番早いですから、ご安心を。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。で、その遅延という組織の仕事は？何でもやってます。秩序を維持し、資源を集めて物資を配るとか。あれ、ジョシュアがここにいないなんて。あの光る鉱石は？ああ、あれは地髄。エネルギーを提供できる鉱石です。地上と地下が封鎖された今、地髄の輸送ルートのみが動いています。地下が鉱石を送れば地上が物資を下ろしてくれるんです。下層部の住民の大半は鉱夫で、地髄を採掘して生計を立てています。地髄がなくなるとこの世界の人間は凍え死ぬでしょう。ここにはいないみたいです。さあ行きますよ。オレグもいないようですね。皆さんどこに行ったんでしょう。まさかまたうちらを騙そうとしてるんじゃないよね。そんな、まさか。安心してくださいって、すぐに見つかります。あそこの大きい建物は何？あれは炉心ですよ。上下をつなぐ柱でもあります。昔はあの柱を通して上下を行ったり来たりしていました。それで長い話になります。とにかく今の上層部と下層部は連絡を絶っている状態です。お前以外はな。お兄さん、その話はもうやめるって約束したじゃないですか。普段はこの時間になるとゼーレが見張りをしてるはず。ほら、あれを見て。どうやら揉めてるみたい。皆さん、じっと見てるだけのつもりですか？このことが明るみになったら困るのですが。そう言われると困るところを見てみたいかも。注目されるのは困るが、あの娘を放っておくわけにもいかない。そう、そう、タンコさんのおっしゃる通りです。助けに行こう。調子に乗りやがって、こっちも手加減しねえぞ。も暴れてくれたわね。手合わせしようじゃない。やべ、つらかるぞ。へたれどもが。ゼーレさん、いいところに来てくれました。感謝してもしきれません。あの流浪者たち、遅延の縄張りで暴れるなんて。黙りなさい、散歩。スバローグの脅威はゆっくりと解決すればいいわ。今は遅延のことの方が優先よ。下層部に降りてきたシルバーメインがいると聞いたけど、あんたね。あなたたち、私をここに連れてきて何を企んでるの？
何を企んでるの？だって自分がまだ上のお嬢様だとでも思ってるのかしら。地上での暮らしは心地いいでしょ。地下がどんな風になったのか知ってる？地下の人間がどうなったのか考えたことはある？シルバーメインだって心地よく地上で暮らしてるわけじゃない。ずっと敵と戦ってモンスターからベロブルグを守っている。地上と地下のみんなを守っている。うまいことを言うのね。地下の何を守ったの？シルバーメインを引き上げさせ通路を封鎖したのはどうせ喧騒者を守るためだけでしょ。守護者様にはご自身のお考えが。とにかくついてきてもらうわ。ボスがあんたたちに会いたがってる。聞きたいことがあるらしいの。奇遇ですね、ゼーレさん。僕たちもちょうどボスに会いたくて。どこしてもよろしいでしょうか？誰があんたなんかと。こいつらは？名前だけ教えてどうすんのよ。ここの方々はボスの役に立つ人材で、ちょうどこれから連れて行こうと。ここに来たのは性格というものを探すためだよ。あれが厄災をもたらした元凶で、探し出せばきっと。お姉さん、それは誰にでも言っていいことじゃありません。ゼーレさんは何も知らないからボスに聞きましょう。確かに知らないわね。それにあんたたちの伝言を受けるつもりもない。遅延が大校区のあたりで厄介ごとに遭遇したの。ボスは今その件を処理してる。本当に会いたいなら校区の入り口で私を探すといいわ。じゃあね。